こんにちは、どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日メンテナンスが行われましてね、ライブアップデートコンディション評価の配信はありませんということで、まあいよいよね、ライブアップデートの配信が終わりになりました。はい、ということでね、今週からは、みんな調子 C ということでね、もううまくね選手をね、組み合わせながらねやっていきたいと思います。はい、ということで、今日もマイクラブやっていきたいと思います。はい、それではね、金曜日ということで、まあ、新しくね、来たガチャを引いていきたいと思います。スペシャルエージェントはね、こんな感じ、マイクラブコインでしか引けないんですけれども、カストロ、ミナンダ、ストリーマ、イバロフですね。まあ、トップエージェントが、まあ、金以上確定で来る、ガチャで来ております。はい、でね、まあ、一つ特徴としてはね、まあ、黒玉じゃない、レジェンド選手がね、中に盛り込まれていると、まあ、今まで来たレジェンド選手ですね。はい、まあ、こんな感じで盛り込まれているということで、レジェンドも当たりますというガチャですね。はい、そして金以上が確定している、うん、なのでまあどうかなといった感じなんですけれどもね。はい、ジーコとかいますね、ソクラテスポゴは、あれロナジーニいますね。はい、ジーコどんなもんやねん、これいいっすね、ジーコまあね、レジェンドはね、軒並みなんかね、コンディション安定度がね、非常にいいんでね、まあ、この時期非常にコンディション安定度ってね、大事なんでね、いいな、やっぱりこれ。いや、中盤もいいガチャですね。はい。でね、で、今、黒玉確率がね、大体、4.0% やったと思うんですけれどもね、もう一つね、まあ、イベントというか、そんなガチャが来てまして、トップエージェント、ノーマルで100円で引けるガチャですね。これが黒の確率が 2.8% ということで、まあこちらもね、レジェンド選手が搭載されているということで、まあ、単純計算ね、2.5回で、うん、黒玉当たりますよね、普通に。こっちの方がね、僕はね、確率いいと思います。しかもね、選手はね、まあ、2.5 人手に入るということで、まあ、だいたい2人、5回引いたとしたら、向こうは2人、向こうは2人ですね。そうそう、100円で、100円じゃない、250円で引けるトップエージェント、金以上確定。これで手に入るのが2人。こっちは5人。絶対こっちの方がいいですよね。もう確率的にもね、引いたら黒玉が出る確率はこっちの方が多いということで、まあ問題なくこっちを引けば、5回引けばいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、トップエージェント、今回はこれを5回引こうかなと思います。100円で引けるんでね。ただね、ポジションちょっと決めてませんでした。どれがいいですかね。やっぱりキーパーかな。僕のチームね、黒玉のキーパーいないんですよね。はい。なので、黒玉のキーパーめがけて、これを5連引いていきたいと思います。さあ、行きましょうか。イバロフ、5回連続いきます。さあ、行こう！うん。さあ、これで黒が出るかどうかね、なかなか難しいと思いますけれどもね。はい。シルバー。マラフォナ、ポルトガル、プレジネ。うん。どっち、所属、在籍クラブは聞いたことないですね。はい、マイクラメンバーに追加しておきます。はい、続いていこう。2回目、まあ1人はね、金来てほしいよね。うん、絶対それはそう。さあ、まあ、黒は無理であっても1人ぐらいは金。うん、やはりキーパー難しいね。誰だこれ、オヌル・クブラク、はい、トルコの未所属の選手ですね。はい、マイクラメンバーに追加しておきます。この辺調べても多分出てこへんやろな、なんかそんな気がしてならない。GP じゃないよ、マイクラブコインだよ。はい、3人目。さあ、なんか音楽がね、お、どうだこれ、ちょっとなんか来そうな、来そうやかんな。あ、今ちょっとねずれたら面白かったけど、ゴードン、いやー、懐かしいな、ゴードン。違うか。あのゴードンは監督か。はい、追加しておきます。さあ、あ、このね、スペシャルエージェントがもらえるっていうのもね、まあ多分一定確率でもらえるんでしょうけれどもね。確かこれもイベントの一つだったと思います。スペシャルエージェントじゃない、ごめんなさい。スペシャルトレーニングコーチカード、コーチカードじゃない、コーチかな。さあ、4人目かな、これ。金来た。よし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 。これでね、あの金以上確定を、お、引いたぞ、誰やろう、ちょっと期待持てますね、これ。ひょっとしたら、なんかすごい爽やかな、ヤンゾマー、誰、
いやこれ知らんな、知らんけど低弾道パントキックも持ってるし能力も申し分ない。で年齢は29歳。いやちょっと年齢はいってるけど身長183センチか、そこがちょっとマイナス点かな。攻撃的ゴールキーパー、いやーどうだろう、でも金かトレーニングコーチですねこれは。ただまあね、しっかりね契約期間消費してからトレーニングコーチにしたいと思います。さあ、ラストいきたいと思います。イバロフでゴールキーパー、もうやっぱ黒は来んへんのかな、12人しかおらんからな、難しいっちゃ難しいよね。いやー悔しいな。いやまあでもしゃあないしゃあない、こんなもんなんですよトップエージェントね、数打ってなんぼやからね。いやしゃあない、くそ。ルニョフ、ゼニト、サンクトペテルプルブの、ゴールキーパーですね、ロシアの、まあ、名門ですね。オッケーオッケー、全然いいよ。はい、ということでね、今日もね、マイクラブ試合の方やっていきたいと思います。それではいきましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。まず相手の方のレート見ていきましょう。レートの727ということでね、まあ、非常に近しいレートの方です。それではやっていきましょう。まあ、選手の調子やはりまばらになりましたね、こんな感じで。チアゴシューバーの方がいいかな、ルカク出てくるじゃないっけクリバリでいこう、うん。どうしようかな、ちょっとあそこのね止めるにはねやはり困ったな。でロナウドがこの調子の悪さ、うん、参ったねこれ今日は参ったわ。はい、ということで、まあ、サディオまで使うか。でこんなメンツで、まあ、しゃあないな、ロナウドは使っとこうか。でネイマール、なんかね、この選手たち、まあサブで使ったのか知らんけど、これちょっと、スタミナが少し減ってるんでね、後半から行こうか。さあ、ムバッペがいたり、ロナウドがいたりと、結構きついですね、今回。まあまあまあ、攻撃は最大の防御と言いますからね。マルセロがなぜか右サイドバックという、この謎の布陣。まあならば右が穴かなといった感じだから、サネさんの調子いいんでね、どんどんマルセロのサイドついていきましょうか。はい、でどうかな、あとは特にないか。はい、強いですね相手おそらく。はい、まあ、プレイ分析データ見ておきましょう。ティキタカゲーゲンプレス、はい、ちょっと前のポジションにだけつけておきます。もし機能しなければね外せばいいんでね、ワイドポジショニング、クロスポジショニング、ワイドポジショニングだっちゅうの。はい、ということでやっていきたいと思います。それではいきましょう、ゴー。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。マンチェスターユナイテッド VS ボッカのゲームチャンネル、ノイズゾルアレナでの試合、アウェイですね。さあ行きましょう、絶対勝ちたいと思います。さあ行きます。ロクアクは怖いね、いつも思う、ロクアクは怖いんやで。さあマルセロ、珍しいマルセロの右。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。おい、ちょっとパスが弱かったか、よくなかったねパスね。やばい、それやばいな、あぶね。はい、ポグバック、ナイス。先日クラブのエージェントが出してみっか。ロナウドどうする？いやダメだ。まあでもチャレンジしたのはいいことよ。さあ、もうチャレンジ、もう今日のねテーマチャレンジでいきましょう。開始早々、フリーキックのチャンス。チャレンジすること非常に大事ですよ。チャレンジしなくなったらねやはりあれですからね。オッケー、いいよ。そこもね、まあ、カットをチャレンジしたということで、さあサネさんここねムバッペにチャレンジ。さあ取るよ、あ取れないね、危ない危ない、ロペカルか。さあこのサイド取ったらちょっとねカウンター浴びせてやりたい。OK OK 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 OK、 あーちょっと待って、あおい危ない、危なき危なきよ、危ない、マジでやばい。最高、さあどうだどうだ、ロナウジーニョ、どうだロナウジーニョ、もうちょっと中入ってきてほしいな。オッケーオッケー、まあまあまあちょっとねカウンターに徹しきれなかったの今のは邪魔だな、あのルカクはさすがに。俺に任せろこの位置、オッケーいけるぜ。 MD ホワイト2本目のコーナーキック、と見せかけてこうサネさんでいくか、あえて俺に任せろよ。あ、まずい。取られちゃった。まずいな、まずいな。
並走してるだけと思っている。チャレンジ。あー、メッシ。ここやばいね、ジョルダルバ。あー、強い。やられた。いや、メッシの豪快なやつ決められましたね。しゃあないね、これは。しゃあなくはないけど、もうはっきり言うと僕のミスです。すいません、皆さん。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。突破して自分が打ちやすい形に持っていく。はい、よいしょ。グズボール弾いたところ。オッケーオッケー、いいよ。チャレンジ。よいしょ。いやー。スペースへ出す。さあ、一気にカウンター。さあ、行こう。では相手よりも有利なんですが、現在はビハインドのなんでまあいつも通りの連携が取れていれば、やばいやばい、全然追いつける点差ですからね。監督はもう一度ポジションやプレースタイルの確認をする必要があるんですね。おー、そうしたらそうしたら、オッケーオッケー、いいよ。さあ、味方を鼓舞していきます。これは旗が上がっています。さあ、どんどん行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。コントロールしてる印象ですけどもね。ロナウド、ロナウドじゃない、ディバラだ。これは加点、潰していくっていう守り方ですよね。メッシか。あ、まずいな、普通にまずい。でもキーパーナイス。いやー、今のは北澤さん、本当によく触りましたね。まずいなー。今でもね、失点確保やったな。かなりもう失点1点ね、失点したのと同じような感じで、ね、失点してへんけどさ待てよ。 OK、 さあ行くで。ロナウド行こう。ちょっとあそこね、なんかちょっとちょろちょろしてる選手がいるんですけどね。その言い方が悪いけど、ウェイ、ナイス、よし、よっ、ナイス、よっしゃ、ありがとう。第一、すぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。まあ、ミスをまたついたからし、よく多いな、そのゴールが多いですよね。ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい、いやー、ダメか。ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。そうですね。オッケー、いや、それ大きいわ今の。MD ホワイト同点に持ち込みました。得点直後の相手ってシュートを取れますからね。いいよ、まさにそこをついたゴールですよね。ごめんね。ルカク、さあここでカウンター。ヌゴロカ、いや、まず取れる、よいしょ、ありがとう。いやー、セリフ。ルリアルバックからクリスティアーノ・ロナウド、さあカウンターを仕掛けます。ドルーズ、ムンメル強いよ。よしよ、アンレッド、先ほどから比較的狭いスペースでのパス回しが、うわ、最悪や、最悪や。意識してボールの受け渡しをしてますよね。狭いスペースで細かくボールを回すなど、トラップした後のボールを置く位置やワンタッチ目が非常に重要になってくると思いますけど、ボール回しますよね。そうですね、うまいな、さっきから。ヌゴロカンテ、さあカウンタースピードを上げたいところ。これは繋がりません。あ、危ない、やば、やばスタソプーロスみたいな感じだね。マンレッドとしては止められちゃいましたけどもね。抜けてくればもう痛い、チャンスだったんですけどね。なんかねじ伏せるような、危ないな、あいつ。ディバラックからクリスティアーノ・ロナウド、右サイドに行って、よしよしよし、いいぞ。ちょっと無理や、強いわあいつ。体の上方とかね、もうすごいわ。うん、アフロ対アフロ、よし、向こうのアフロは逃げました。危ない、どうする、え、おい、ハート、あー、危ない、ちょっと助かった、え、ダメか、これは素晴らしい、やべえな、これ。いや、キーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。最高、キーパー最高ですね。一応セーブを見せました。あー、危ない、ちょ、このボールには合いません、やばい。もう早く月の1点を取って安心したい。あそこ誰や、クリバリか。でもこれは勝てるだろう。ジョルディアルバ、よしよしよし、ここでルーズボール、いや、ボールはロナウジーニョ、いやー、ダメか。はい、前半終了1対1。まあね、ビハインドのまま追い返さなくてよかったかなと思います。それでは後半戦ね、このまま行きましょうか。後でね、ロナウドこれね、変えようと思います。はい、ということで行きます。ゴー。はい、それでは後半戦の方やっていきたいと思います。はい、行こうか。なるほど。前半を終え1対1。同点で。いや、ミスター、ミスター、ミスター。では、セカンドハーフ見ていきましょう。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。え、待って、ミスター、
いろいろミスってくるけど、おっと、よし、ナイス、あー、取れてない、裏へ届くか、危ないけど、うわ、マジで、ナイス、ナイス、クリバリー、いいボール出たんですけどもね、ディバラ、さあ、だいぶ散らしたぞ、相手、チャンスになります、サイドへ、マネ、マネ、ちょっと、うわ、いいですね、アフロ対アフロ、なあ、向こうのアフロに軍配が上がった。大きなフィードです。カウンターを仕掛けていきます。サイドを縦に走らせます。いや、まずいな、それは非常にまずい。抜けてくる、ロナウジーニョ、よっしゃ、よいしょ、カウンターを仕掛けます。チャレンジはしません、後ろに流す。どうだ、ちょっと失敗やね、それ。え、何これ全然やん、うわ、いや、はい、やばいやばい、不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、キーパー、カウンターに対するリスクは速いですね。まずいな、これルカクのコーナーは嫌やな、ディフェンダーを低い位置に乗せるメリットがありますね。よいしょ、はい、ジョルディアルバ、なんでだよしよ、さあ、ここでカウンター、うわ、すごい、オッケー、ロナウジーニョ、そっち、こっち、ボールはロナウジーニョ、さあ、カウンターを仕掛けます。このボールはどうなってるの、これ取ってます、あー、最悪や、何してんの、これシュートか、やめて、メルスから大きく立て、おい、よし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 、パルパル、惜しいで、なんとかなったっけ、ああ大きく立て、ロベルト・カルロス、よし、ナイス、サディオ・マネックからクリスティアーノ・ロナウド、自分で持っていけるか、このアフロいいとこに嫌がる、守ってないくせにボールが転がってきた、いや、まずいな、クリスティアーノ・ロナウド、いい形じゃないですか、やばい感じですね、クリスティアーノ・ロナウドからのボール、オッケー、いいよ、オフサイドやな、これ、いや、大丈夫、信じればオフサイドもない、シュート、はい、入った、よっしゃ、勝ち越し、なんかよくわからんゴールやけどね、いいよ、さあ、ロナウドに変えましょうか、どうしようかな、まあ、もうちょい使えんねんけどね、ネイマールと、サディオマネ、まあ、とりあえず交代枠、まだ1個も使ってないからね。サディオマネ選手ここを変えて、ネイマールここでね、メッシ使いましょうか、ここで使ってインシーゲ行こうか、オッケー、ダブルセカンドトップ行きたいと思います。よし、行くぜ、ちょっとターゲットマンがいなくなりますけどね、待望の1点をもぎ取っています。抜けた、うさあ、サネさん、やっちゃいな、よしよし、いいよ、戻るよ、裏へのスルーパス、オッケーよ、あ、最悪、でも大丈夫、でも大丈夫、最後、ネイマールへ抜けてくる、うわ、クリバリ、足、足と体強いね、オッケー、命がけ、まあ、攻守の命がけ、すごいところに命かけるな、今の場合ですと多少リスクを犯しても相手のカウンターを止めることを最優先させたパターンですよね。さあ、ネイマール、スペースを使います、おい、ケチョンケチョンにして、あ、ちょ、クリバリ強い、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。スルーパス、さあ、シュートです、オッケー、何、ちょ、そのクリア嫌やな、なんでコーナーにすんの、わざわざ、もうちょっとね、頑張ればいい、いい、よかったんじゃないの、危ないね、贅沢ばっかり言ってられへん、そうですね、オッケー、いけ、さあ、行くぞ、インシゲ、ロベカルを抜く、はい、なあ、よしよしよし、よし、いいよ、いやー、ちょっと難しいじゃん、それ、オッケー、いや、止められた、誰、あれ、ブッフォンか、チェフやった、オッケー、いいよ、さあ、誰かフォロー来て、フォロー来てる、おっしゃ、
あら、なんだこれ、うまありがとう。ちょっとね、遊び心を加えた結果ね、あんなパスしてしまったんやけど、よかったね、遊び心いいじゃない。これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないですかね。しっかり守れ、ここからきっちりきっちり。さあ、ターゲットマンいないと言っとったね、僕確かに言ってましたね。ここでちょっと俺ロベカルトセルはそいつぐらいやったらなんとか。メッシやった、いや全然ダメや。前は前は違うか違うか、おえ出てない、あ出てるわなびっくりした、バグったかと思った。うん、さあ80分時間がねないでしょう、相手にとっては。いくよ、カルバカルバ、ロナウジーニョ、よいしょ、よし行こう。間違えた間違えたとこで、今うわもう行ってほしい。はい、ということで3対1、まあいいでしょう。まあね、先制された時はどうなるものやらと思ったんですけどね、まあ、まあ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 いいでしょう。はい、まあライブアップデート終わってね、結構ね難しいですね、メンツ組んでいくの。まあ不調の選手がねやはりやたら増えるなと、まあ何試合かやった結果ね、そんな感じですね。まあ今週はちょっと苦戦するんじゃないかな、今週というかもうね毎週毎週そうなんですけどね。まあうまいことね、やっぱコンディション安定度高い選手とね組み合わせなんとかしていきたいなと思うんですけどね。はい、日本代表、まあ、あの23人が、ね、まあ、決まったんですけど、ね、僕、正直、ね、ちょっと久保選手が外れた理由がいまいちよくわからないんですけど、ね、久保選手といえば、ね、まあ、あの結構クラブでも、ね、活躍しましたし、あの一応プレーオフがなんたらポンたらで、まあ、チームの、ね、プレーオフがあるから、あのなんていうんだろう、ガーナ戦呼ばれなかったのかなと思ったんですけれどもね。だからまだあの一応確定してる一人なのかなとちょっと思ったんですけど、そうでなかったみたいですね。普通にメンバー選ばれてなくてびっくりしました。日本代表の試合でもね、まあ活躍というか、まあアジア予選非常に一番活躍した選手の一人なんじゃないかなと思ってます。まあ、原口とかも活躍したけどね。なのでまああのなんだろうなと不思議なんですけどね、怪我したのかなとちょっと思ったんですけど、そうでもなくて。で、まあ、一応調べた結果によります、あのプレーオフでゴールなんかも決めたりして、あれおかしいなぁ、なんでなんでしょうね、本当ちょっと謎の残る選考でしたけれども、まあもうね、23人発表されてしまったんでね、もうメンツは変えようがないんでね、うん、応援するしかないんですけどね。まあ果たしてね、ハリホジッチ監督が、健在であればね、どんな代表を選んだのかなと。やっぱでも久保はね確実に選ばれてくるんじゃないかなという一人ですけどね。これいいな、このゴール、いや本当なんだろう、遊び心とね、うん、技術、ロナウジーニョの技術が凝縮された、ボレーもかっこよかったし。はい、ということで、3対1、今日も週の初めということでね、レート画面までいきたいと思います。レート変動画面までね、うん、行こう。さあ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 、どうなったことやら。はい、ということで今週はレート769からスタートということで、あとねおよそ30ちょっと31ですね、レート上げてね800に、まあ、今週いけたらいいんやけどね、なかなかねなんかどっかで必ず負け気みたいなの来てね、なんともならないんですけどね。はい、ということで、まあ、頑張ってやっていきましょう。それでは、今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。